イベント、フルセツ一家のステージ攻略、BI の EX の7へ行きます。教習の内容は、マップ上の8つのマスが配置不可に、ケルシーを入れています。ここは、みんな大好き箱ステージです。みんな？配置不可マスが固まってる。まずは天人家を配置。左上から敵が来ますので、そのルートを塞ぐように、箱を配置していきます。危うく青ゲートに直行するところだった。箱ステージは、箱で敵のルートを作ってあげないと、大体青ゲートに直行しちゃいますからね。左の方に道ができてきた。でも、最初の一体だけもう近くに来てる。この一体だけは、天人家で倒します。まさかの天人家が怠慢。天人家は、攻撃も防御も高めですからね。二体目以降の敵は、クルースと貨車で倒します。二体目には間に合ったとも言う。真ん中の赤ゲートは、ぐるっと回り道させてるのね。そうですね。ここからはやばい敵が出ますので、そいつだけ分離します。ほうほう。何が出るの？ハルバードを持ってる敵です。何がそんなにやばいんだっけ？攻撃力が高い上に、一回攻撃するたびに、こちらの防御力を100下げてきます。出てきた。このハルバードが出たら、ムースを置いてブロックします。ナビルで回復して、ヘイズで攻撃して倒します。防御力を100も下げられたら、重装もすぐに防御力なくなっちゃう。ですね。なので、ムースでハルバードの攻撃力を下げています。1ブロックなので、他の敵を流せますしね。モンスターで一緒に倒したら？高台にも攻撃してきますので、歩いている間に倒されちゃうんですよね。と言っている間にハルバード倒せた。ケルシーのスキル使ってるけど、これは適当？いえ、バックラーが強いので、それが来た時にケルシーのスキルを使っています。ふむふむ、ハルバードの2体目が来てた。これが出るまでに、ムース前の敵を倒せれば OK です。あと、右から来る敵をジェシカで削っています。モンスターの隣に置けば、両方攻撃できるのでは？そこは、敵を倒した時の爆発を食らっちゃうんですよね。ここで注意。3体目のハルバードが出たら、ムースをすぐ下げて、ハルバードを歩かせてから、メランサでブロックし直します。なんで？ハルバードは遠距離攻撃してくるので、ムースに攻撃して、足を止めて、別の敵が追い抜いてきてブロックしちゃうんですよね。ほうほう。このマスに追加でメランサを置くのは？それは、ありかもしれない。えへん。ちなみに、ケルシーのスキルを使うバックラー持ちはこいつです。これに合わせてケルシーのスキルを使うのね。です。まあ、モンスターで一本道を塞いでいるから、敵がたくさん来ても余裕よね。だといいんですけどね。あれ、よく見るとモンスターの HP が減ってきてる。あ、倒された。余裕とか言ってたのに。それ言ったのはあなたですよ。敵が流れてるけど。まあ、ここは箱ステージですので、箱を置き換えて敵を戻しましょう。帰り道は元気がないように見える。あと3回置き換えられますので、あとは適当に倒しておきましょう。モンスターの再配置早いな。倒されるのも早い。切ない。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。